こんにちは、渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年2月15日です。 はい、えっ、ー、と、こちらの記事なんですけども、こちらもね、あの、今日もカルダノ行きますということで、あの、カルダノのチャールズ・ホスキンソン氏が、あの、本日付の動画の中で語ったもので、この記事も2月15日に記載されたばかりの記事であります。で、あの、最近の傾向としてですね、まあ、あの、カルダノのホスキンソン氏は、まあ、ちょっとね、あの、なんて言うんでしょうか、は歯に絹ぬ着せぬというか、あの、率直な方でありますのでね、結構ズバズバのものを言うんですね。それが最近ちょっとパワーアップしてます。 特に「イーサリアムに対すするあの毒舌が、ね、ちょっと激しいのですよであのカルダのエーダのファンの方でしたら聞いていただけると思うんですけどももし「イーサリアム」ファンの方がいらっしゃいましたらですねあの私個人的に「イーサリアム」に恨みがあるわけではありませんのでちょっとそれをあのご承知おきの上 あの、まあ、間にこうクッションを置いて聞いていただくというかね、あの、そんな形で聞いていただけたらと思います。え、それでは、早速この記事に入っていきたいんですけども、こちらは、カルダーノホスキンソンコンペアチイタリアムトゥナインティスイヤーオールカラーテファイターイングウィールチェアというふうに言っています。なんかあの、96歳のカラテファイターって言ってるんですけど、どういうことなんだろうか。ということで、あの、早速中身に入っていきたいと思います。 では、あの、こちらになるんですけれども、すみません。最初から終わっちゃいけないですね。はい。カルダのホスキンソン氏、イーサリアムを車椅子に乗った96歳の空手格闘家に例えて語ると言っても、あの、タイトルからしてね、ちょっと炸裂気味ですね。ですみません。ちょっとね、あの、動揺してて忘れてたんですけど、こちらの <laughs> 記事は、あの、 そんなに長くないです。まあ、こんな感じになってて、こ,れこちらが今日ね、あの配信された、えー、あの動画になっているんですけども、その内容から一部抜粋したものになっています。はい。では、あのタイトル読みましたので、次に行きましょう。こちらは、えー、2021年2月15日付の記事になっております。 で、中身ですね。カルダノのチャールズ・ホスキンソン氏は進捗とイーサリアムが真剣に競合する相手ではない理由について語った。これが1番目ですね。で、2番目の要点が、イーサリアムのファーストムーバー効果は、マイスペースの最初の成功程度の価値はあるが、取るに足らないと発言と言っています。はい、ファーストムーバーっていうのは、あの、初動を起こした ものという意味で、あの、イーサリアムはスマートコントラクトの分野でね、あの、最初にこう動いたプラットフォームということで、あの、まあ、そのイーサリアムの効果は、まあ、一部ではね、こう絶対、まあ、実際にあの、時価総額2位ですのでね、あの、大きいことは大きいって、そこはあの、認められるところだと思います。はい。で、あの、では記事の中身に入ってまいりましょう。 チャールズ・ホスキンソン氏は Twitter の新しい動画でコミュニティに直接呼びかけながら進捗について語った。同氏のメッセージによれば、カルダの枝は価格や誇大な宣伝云々ではなく、何かを開発し続けるものであるということだ。これに興味,が興味を引かれないのであれば、それをやっているエコシステムがあります。 トロンがその実例ですが、他にも数十種類のエコシステムがあります。とホスキンソン氏は言った。しかし IOG の CEO は、成功は祝福されるべきであって、カルダノは祝福される理由が存在する地点に達しているとも説明した。で、あの、チャールズさんの言葉ですね。今まで約3年間私たちは商用で駆けずり回り、国家や州、大企業を説得し、パイロットを書き、あらゆることをしてきました。 最終的にはこの構想に実体のある進捗が見えてきています。常に先件ものの、いわゆる否定的回答を受け止めるのは辛いことです。しかし、最終的にその地点に至った時、中略、それが実を結び、何百万何千万人ものユーザーを獲得できる可能性を手にします。それが祝うべき瞬間なのです。イーサリアムはカルダノにとって真剣に競合する相手ではない。 また、ホスキンソン氏は何度となくそのプロジェクトや創設者に対して、まあ、つまりチャールズさんに対してですね、進捗がないと非難してきたカルダノの批評家に呼びかけた。その批評からは、イーサリアムがスマートコントラクト部門のファーストムーバーとして獲得したネットワーク効果が大きすぎてついていけないとも言っていた。しかし、ホスキンソン氏はこのように反論した、反論したですね。はい。で、次に、チャールズさんの言葉です。ディファイは簡単にできます。 イーサリアムのネットワーク効果にどうやって追いつくのかと言われても私は笑ってやります。そんなものは存在しません。8万人の開発者と2260万人の開発者を比較してみてください。この8万人の開発者というのはイーサリアムのソリディティの開発者の数です。で、2260万人というのは体の側があの、まあ、抱えるであろう開発者の数ですねで。私この数をね、読み間違えてるのかなと思って何度も見たんですよ。何回か。はい。で、 ここに8万人って書いてありますよね。これイーサリアムのあのディベロッパーの数です。で、えっと、ダの側が22.6ミリオンなので、あの、ミリオンは100万なので、2260万なんですよね。どう見ても。なので、間違いないと思います。はい。で、これを比べて、あの、どう思いますかということですね。で、2020年にイーサリアム上でディプロイされた新しいダップスは、わずか31%です。何をするにも50ドルかかる。 たかがトランザクション1.2です。これはガス代ですよね。で、私がそんなものと競争する必要がありますかそれは96歳の車椅子に乗った老人相手に戦う空手の試合のようなものです。中略。それは競争とは言えません。ということで、まあこういう理由でね、あの、イーサリアムとは真剣に戦う相手ではないですよということを言っています。 はい。IOG の CEO は続けて、イーサリアムはファーストムーバーとして、マイスペースがソーシャルメディア時代にどうにか確立した程度の小さな独占業を確立することはできたが、イーサリアムのそんなネットワーク効果もソーシャルメディア競争でのマイスペースのネットワーク効果程度であり、取るに足らないものだと言った。と言っています。あの、英語では n o t h i n g とまで言ってるんですよね。はい。で、次に行きましょう。真の進捗。 重要なのは次の5年から10年で、その時間枠とは、カルダノがウガンダやタンザニアの市民のために活動の場を設定し、銀行を通さずとも P2P の奨学融資が受けられるようにする時期である。過去が問題ではない。今後数年で採用されるかどうかが重要なのだと言っていますあの。ウガンダ、タンザニアって出てきてますけど、あのえー、と2月末に控えているのは、ね、エチオピア政府との,あの契約ですね。それが最終段階に今入っているということです。まあ、その他にもね、あの えっと、なんて言うんでしょうか。あの、カルダノが進出する国っていうのはあるんですけども、まあ、今言ったその次の5年、10年でっていうところで、あの、カルダノがウガンダやタンザニアの市民のために、まあ、あの、インフラを提供するということを言っているわけですね。あの、金融インフラをですね、提供するということを言っているわけです。で、えっ、ー、と、じゃあ、あの、次に行きましょう。で、チャールズさんが、自宅から世界の誰かに送金したい一般人は、ウエスタンユニオンやペーパルなどのサービスを ペーパルなどのサービスを使いますかそれとも P2P アプリを使いますかもちろんこれによって同時にネットワークに多くの価値がつくことになります。中略。私たちは自身の運命への道筋をたどっているのです。ホスキンソン氏によればこのことによってネットワークに何百万人ものユーザーが引き寄せられるとのことで単に少数の人々を豊かにし、ネットワークに少しの価値を付加するにとどまらず当然ながら ネットワークには同時に多くの価値がつくということだ。また同志は次のように指摘する。そう、何十億人もの人々が使うものを構築すれば、地球上で最も価値あるものの一つになるのは当然です。しかしその価値は、その何十億人もの人々が使ってくれているという事実から生まれるのです。というふうに言っています。本当にリアルにね、あの人々が、 あの、便利だと思ってね、何十億人もの人々が使ってくれる、そういうものをね、最初から、あの、カルダノっていうのは目指してました。そして、あの、ただユーザーが多ければ、っていうことではなく、もちろんね、あの、セキュリティが、そこに強固なセキュリティがあるのは当然のことなんですけれども、それと、あと、来世期まで使える、え、プラットフォームを、っていうこともね、ずっと言っていましたね。 なので、あの本当にこう大きな船に、ね、何十億人も乗せて、あのこれまでちょっと経済活動に参加できなかった人たち、アフリカの方たちも、まあ、引き込んでですね、あの世界中を、この世界中のこの人々のお財布を守っていく、あの財を守っていく、富を構築していく、そういうことを目指しているあのプロジェクトです。ということで、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。